名古屋から上京した神戸博は FMTV 出演のためフジテレビに向かった。開いた。しかし彼は東京の右も左もわからなかった。すいません、あのフジテレビってどう言ったらいいですか？フジテレビね、あれ川田町だったかな。そこにバスがあるんだよね。何行きだったかな。はい、高田の馬場行きのバスか。はい、僕その辺から出てます。その辺幅多いバスみたいな。ありがとうございました。わかりました。はい、あのバスですね。だと思うけど、フジテレビ川田町バス乗ろう。本当に神戸博士はフジテレビにたどり着くことができるのであろうか。それは誰にもわからなかった。頑張れ神戸博士。
一パラだと思ってくれ。じゃあ、一踊りするか。
getting through now, Captain. Sam, you read me? I got you, boss. I'm clear. Yeah. You're watching SNM TV, whether you like it or not. Oh, I love it. I love it! I love it! What the hell is this? I don't know. Look at it. It says SNM. I never heard of SNM. No, I haven't, too. Look at the What's SNM? Keeps the thing. I don't know. All right. Now, here it is. It doesn't even say it's on. Nah. Well, why? Here, just look at it. Never do.小玉です。極道の方怒らないでくださいね。 FMTV 眺めのいい部屋のジェイムズ・アイボリー監督最新作モーリス。三代目スケバンデカ風間由衣。これで見納め。最後のスケバンデカ。スケバンデカ風間三姉妹の逆襲。東映系絶賛上映中。キテレツ大百科。我が輩のスペシャルアニメがビデオになったなり。完全保存版として小学館から新発売。キテレツは発明の大天才なり。3月1日が待ち遠しいなりな。みんな買ってね。
88富士サンケイクラシック、新緑を舞台に繰り広げる注目のビッグトーナメント、川田を制するのは誰か。お問い合わせはご覧のところまで。密着、北の巨大武装集団自衛隊24時、北の最前線、そこで生きる自衛隊員の生活と想像を絶する猛訓練をリアルにレポート、なんてったって好奇心、木曜夜9時。金曜おもしろバラエティ生放送スペシャル88プロ野球珍プレー好プレーキャンプ編、12球団の汗と涙の厳しい特訓、ご存知珍プレー編などなど必見の場面続出、これを見なきゃ損。金曜夜7時半。ケンソーのこの一品。皆さんこんばんは、僕ケンソーです。今週から始まりましたこのコーナーでは、僕ケンソーが絶対の自信と責任を持って、今若者に人気のさまざまな商品を皆さんにご紹介していきます。さて今週ご紹介するのはこれです。講談社モーニングコミックスの渡瀬製造先生ハートカクテル、その第、これは6巻ですね。もう6巻まで出てしまったんですね。誰にでもあるこの青春の甘酸っぱい思い出と、こうしてページを開くと彼と彼女のこの素敵な物語が、伝える。テレビのボリュームを
眠りたいふりをしてた。どこかの国のニュースを伝える、テレビのボリュームを下げてくれ。